キャンプクラッシュのメンバーたち待ってろよ。目指すはパニックマウンテンだ。ワクワクするぜ。いいか、この山で待ってるのはダイナマイトの間を走るモンスタートラックレースなんて超えるパニックだ。しかも山のてっぺんにあるのはぶっ飛んだクラッシュフィールドだぞ。このボーンシェイカー様のための舞台だな。楽勝だってのカップはあたしがもらうよ。僕に勝ったらの話だろ。無理だけどな。決めつけるのは早いぜレースエース。今回はみんなのためにちょっと特別な企画を用意した。待ってろよ。今年のキャンプクラッシュは異次元の絶叫クラッシュパニックに挑戦してもらうからな。そのつもりでいろよ。ここは危険だらけだ。喜んで尻尾のマフラーを振ってる場合じゃないぞ。クラクラする崖、障害や罠、おまけにとびっきり画期的なプランを用意した。画期的なプランって？今回のレースは2台1組でチームを組んでトップを目指してもらう。何だっけ？言った通りさ、激突やクラッシュが待ち受ける大変なコースを走るとき、パートナーがいたら最高だろ。チーム分けを発表する。一組目はレースエースとタイガーシャーク。俺を怒らせると怖いぞ。ファイブアラームのパートナーはギャンクスター。マジでスターになるのが怖いか？ベトベトにしてやる。燃えてる私には無理よ。ビッグフットとチームを組むのはボーンシェイカー。ぶっ潰してやる。クラッシュをくれ。そしてデモダービーはメガレックスとだ。潰して吠えろ。派手に生きろ。ハードにクラッシュしてチームのモットーさ。最初から超難関が待ってるぞ。まずは第一のチェックポイントを目指せ。一つ失敗すればゲームオーバーだ。全てのチェックポイントをクリアしてクラッシュフィールドに着いた上位2チームがチャンピオンカップをかけた決勝戦に進める。一つだけ大事なのはチームのメンバーが2台ともチェックポイントに着くこと。だから力を合わせろよ。やってやるぜ。最後にもう一つ、クラッシュフィールドに最初に着いたチームはチャンピオンカップに近づく大きなリードをゲットできる得点ありだ。全力でチャレンジしろ。レース開始だ。忘れるなよ、ビッグに走れ。 Go Hot Wheels。 パニックマウンテンに潜むモンスターの話をし忘れたな。まあいいか、今にわかる。レースエースとタイガーシャークのチームがわちゃわちゃの森に入ったぞ。罠にかからないよう気を抜くな。気を抜いちゃダメだな。だな。わお！俺が走った通りに走ってればあっちゅう間にチェックポイントにつけるってもいいよ。おい、なんだと？いつからお前がリーダーになった？俺を信じろ、ボーンシェイク。早いのは俺だ。ボーンシェイカーだ。え？通行止め？そんなのおかしくないか？しっかりしろよ、老いぼれ。ビビってんのか？リーダーについてこい。ああ、俺がリーダーなのに。あばよ、岩とも。勝ったも同然だね、メガレックス。あばよ、騎乗も。おお、史上最高にハッピーさ。メガレックスと私のチームが絶対優勝。力を合わせればこのパワーは誰にも止められない。見ろ、ついたぞ。行くよ、兄さん。派手に生きよう、ハードにクラッシュ。そんな。おい、ハードにクラッシュの続きはどうした？そんな。やば。ははは、朝に吸う新鮮なベタベタの香りは最高だぜ。なんなのこの匂いは。ベトベト、ベトベト、ベトベトだ。
は勝利の匂いだ。もうその匂いは消さなくちゃダメね。え、どうする気だ。そろそろ洗車の時間ってこと。やめろやめろやめてくれ。ギャンクスターとファイブアラームはチームワークのコツを探ってるところらしい。ちょっと待った、何かがおかしい。引き返そうぜ。キャブレターを後ろ前にする気か。そいつは負けだ。冗談じゃねえ、この勝負絶対勝つんだ。ぶっ潰してやる。このボーンシェイカー様が一番に決まってる。おい、でもダービー、味方がいたぜ。行ってみよう。無理だよ。え、どうして。ただのちっぽけな橋だろ。わかってるって。だけどこんなしょぼい橋、不便でダサくて、ここを渡って向こうへ行くなんて馬鹿げてる。私には似合わない。それに下を見るととんでもなく深い谷じゃないのさ。ここで錆びてくからほっといて。ちょっと待てよ、いいことを思いつきそうだ。だけど目にはしっかり見えてる。いいことって言った。ええ、ここで待ってる。こいつならどうだ、グッといけてんじゃねえか。うん、これなら使える。おかげで便利に華麗に向こう側にひとっ飛びできるよ。間違いねえ。派手に行きよう、ハードにクラッシュして。いやいやいや、戦闘チームのゴールインだ。デモダイビーとメガレックス、これでクラッシュフィールドでのめちゃくちゃハードで熱い決勝戦に一歩近づいたぞ。その先にはチャンピオンカップだ。やったね、見事だったぜ。やるな。3番手の到着だ。ファイブアラームとギャンクスター。ちょっと何があったのさ。この通り綺麗に現れちまった。もう落ち着いて、大きな赤ちゃん。ピカピカだ、ピカピカになっちまった。俺たちビリかよ、最悪だ。うわ、どうしちゃったの。タールにハマった。タールの沼が、タールの沼があったのに俺はピカピカだとは。タールの沼、このコースにそんなものはないはず。道を間違えたんだ。やっぱりおかしいと思った。全員最初のチェックポイントにたどり着いて、ここまではクリアした。でも忘れるな、誰が優勝するかはわからない。キャンプクラッシュは今幕を開けたばかりだ。いいか、命知らずども、第一ラウンドは楽勝だったろう。だがこの先はトップギアの勝負だ。第一ラウンドはチームとしての戦いに慣れてもらうためのただの準備。でも次のチェックポイントにたどり着くには考え方をガラッと変えなくちゃダメだ。ぶっ飛んだ走りを見せろ。いいか、次のチェックポイントまでのコースはいくつかある。どのコースを選ぶかはそれぞれのチーム次第だ。忘れるな、チャンピオンカップに近づく得点を得るためには2台一緒に通過するのが条件だぞ。こんな勝負、うまい餌みたいにペロリと平らげてやる。受けて立ってやる。よし、レーサーたちスタートだ。俺が先に行く、リーダーは俺だ。黙って俺についてこい。待てよ、みんなどこ行った。どうやらタイガーシャクとレースエースはわちゃわちゃの森に向かってるらしい。前をしっかり見て進まないと、この森にはありとあらゆる障害や困難が待ち受けてるぞ。この勝負は俺たちがもらったも同然だ。もう口の中にチャンピオンカップの味がしてる。まさか本気で食べるつもりじゃないだろうね。一口だけさ。おい、見ろ。
トラブル発生か？いや、勝利が待ってるんだ。行こう。ヤングスターと私はチームだから一心同体にならなくちゃ。このラウンドを勝ち抜けるように集中しないと。そんなにピカピカ綺麗なままだから頭まで固くなっちまうんだって。もっと楽しまなきゃ。ヤングスターとファイブアライムはゴツゴツ岩の崖へ向かった。チェックポイントに着くには早く力を合わせるしかない。私だって楽しむのは好きだけど今は勝ちたいの。手本を見せてあげるわよ。俺のやり方がある。何なのよ。俺のやり方なら今頃もうチェックポイントに着いてた。この近道を通るのさ。ふん、近道とは思えない。第一決められた道じゃないし、ここを通ったらきっと。いいから黙れ。ベトベトになるってな。もう最高のチームメイトだよ。メガレックスと私は完璧なコンビだ。賢くめちゃくちゃにぶっ潰すパワーと超可愛い走りのミックスだもん。おっと来たね。待ってたぞ。潰してほえろ。うまっ。おう、こいつは愉快だ。だけどやっぱ痛い。わかったよ兄さん。ここから先は潰してほえろ。痛いの2倍。だから森がいいって言ってるだろ。だから崖がいいって言ってんじゃねえか。今俺たちに必要なのは本物のリーダーシップ。勝ち方を知ってるトラックだ。ぶっ潰してやるからな。おい、俺様がすごいって話はまだ終わってないぞ。まであと少しだ。あ、俺だけか。あと少しのはずのチェックポイントがマジで遥か遠くに見えるのは。おかしなことになってるみたいだ。何かが匂うぞ。失礼な。君が臭いんじゃない。進んでみよう。おい見ろ。よしいいぞ。進めよ。どうしたボーンシェイガー、リーダーについてこられないか。おお、教えてやる誰がリーダーか。あ、はい、用心して進めよ。ボーンシェイガー待て、その先には。黙れ、何も言ってくれるな。ここじゃいつもの調子が出ないみたいだね、メガレックス。いい？クランクシャフトの谷はループで渡れてマジで助かったけど、今度は私が手本を見せてやる。見習うんだよ。
ねえ。大事なのは派手に生きてハードにクラッシュするってことさ。俺にも挑戦させる。急いで次のチェックポイントに向かおう。潰してほえる。まだいける。ギャングスターとファイブアラーム。うえ、こちら何の匂いだ。私よ、いい匂いでしょ。は、俺のセリフじゃねえか。2着だな。よく頑張った、メガレックスにデボダービー。ちょっと、何があったのさ。聞かないでくれ。よくやった、暴れん坊の潰し屋たち。無事第二のチェックポイントに着いた。優勝に一番近づいたのはギャンクスターとファイブアラーム。だがクラッシュフィールドに入場するにはもう一つチェックポイントをクリアしないとな。それこそがまさに誰がチャンピオンカップにふさわしいかを競う頂上決戦の場だ。まいったな、僕らがビリか。ん？え？なんかおかしいって感じてたんだ。何かに邪魔されてるような。次こそは僕らの本領を発揮するぞ。ああ、その通りだ。ブラブラしてる場合じゃないぞ。さっさと燃料を入れて次のチャレンジに備えろ。ワイルドな勝負になるぜ。ビッグに走れ、ゴーハントリー。集まれ、暴れん坊の潰し屋たち。いよいよパニックマウンテンレースの第3ラウンド、チャンピオンカップの行方を握るキャンプクラッシュ史上最大のどんでん返しが待ってるぞ。でかいギザギザの上を走らされるんだろうね。ベトベトになれるなら俺は大歓迎。ねえ、それ本気で言ってるの？ああ。キャンプクラッシュでも初めての試みとなるレースだ。チェックポイントまでの過酷な道のりを今回はパートナーと二人三脚で進んでもらうぞ。このレースは何よりチームワークが大事だ。根性を見せてくれよ。2台仲良くクラッシュするか、2台仲良く優勝するかだ。いっそスクラップにしてくれ。ああ、こんなやつとっとと売り飛ばしてくれ。いよいよ最後の追い込みだぞ。ふざけたレース。最初にチェックポイントにゴールインした2つのチームがチャンピオンカップを争う決勝戦に進出だ。位置について。よーい、ビッグに走れ、ゴーホットウィール。レースエースと俺はこのレースにはきっと何かからくりがあると感じて計画を立てた。みんなが山を越える間に僕たちは麓を回るんだ。あ、行こう。よせ、俺の塗装が剥がれる。こっちのセリフだ。おい、見ろボーンシェイカー、クラッシュフィールドをものにできるでっかいチャンスだぞ。成功するには一緒に力を合わせないと。ふざけるな、この俺はボーンシェイカーだぞ。俺様は一匹狼、何があろうと誰のルールにも従わないイケてるワルだ。誰だって容赦しねえからな。おお、さっきの言葉は取り消すぞ。可愛いな。いや、おちびちゃん。ああ、確かに可愛らしいな。けど構っちゃダメだ、子供はやんちゃだからな。さっさとチェックポイントへ急ぐんだ。ただのちっちゃなワニでちゅよ。おお、おい見ろ、もっといたぞ。ボンシェか、水には近づかない方がいいぞ。なんだってんだビッグフット、俺ポッチのワニの赤ちゃんが怖いのか。おっと、古い標識に古いペンキ、臭いベタベタ。ここがどこか分かったぞ。天国だ。行くわよ、チェックポイントはすぐそこ。汚れたいなら後にして。なんだよ、いつベタベタになってもいいだろう。ははイエー、潰してほえろ。
はないぜ。その通り。ゴミに体当たりして勝てるなんてキャンプクラッシュ史上最高のレースさ。だぜ。おお、体当たりにぴったり。体当たりしたいだろ、デモダービー。ねっねっ。バーカ、当たり前さ。私たちが優勝しなくてどうすんの。ちょっと、あれ何？頭が変だと思うかもしれないが、もしかしてホラー穴かな。妙だね。見つからないように誰かが隠してたみたいだ。やばい、ビッグフットとボーンシェイカーが来た。先にゴールするには猛スピードで飛ばさないと。潰して吠えろ。こりゃなんだ。なんだか嫌な予感がするぜ。その予感当たってたようだ。参ったぜ。お前の言うことを聞いてでよかった。このままじゃあのワニの群れに食い殺されちまう。ありがとうよ、帰ってよかった。作戦を思いついた。俺を信じてくれ。そいつはどうか。分かった分かった、何でも言う通りにするから助けてくれ。ついてこい。ビッグフット、テールパイプを落とすな。よくやった。おお、あの丸太使うか。お前がな。なんだと。俺を信じろ。やれやれ、さっきは危なかったぜ。見ろ、出口だ。アクセルベタ踏みで飛ばせ。もう少しだぞ。よっしゃー、ウーフー、頑張ったな、タイガーシャーク。どこ行った？ふう、危なかったな、レースエース。タイガーシャーク、大丈夫か？大丈夫だが、閉じ込められちまったようだ。どうしよう。待ってろよ、今助けに行くから。僕たちはチームだ、お互いを大事にしないと。潰してほえろ。見て、チェックポイントだ。そう焦るな、ここはボーンシェイカー様のクラッシュフィールドだ。最高の相棒、ビッグフットのものでもある。ちょっと待った。クラッシュフィールドに着いたのは3チーム。だが決勝戦に進出できるのはチェックポイントに先に着いた2チームだけだ。これからが勝負だ。ほえろ。ドロンコになろう、ジャンプスター。やっほー。何かいい考えはないか。聞いてくれるのか。容赦しないって言ってなかったか。なあ、言ったぜ。俺についてこい。もうちょっと。やるな、勝てるぜ。待て。レースエース、パートナーはどこだ。2台が一緒にゴールしない限り決勝戦に進む資格はないぞ。タイガーシャークがピンチだ。パニックマウンテンに住む怪物が起こした落盤でホラー穴に閉じ込められた。何？その怪物は注意した方がいい。私が燃えて突撃してやる。ベトベトも鬼ましだ。怪物のテールパイプ蹴飛ばしてやろうよ。吠えろ。俺たちも手伝うぜ、レースエースな、ボーンシェイカー。もうあと何センチかってところなんだぞ。はいはい、手伝うよ。案内して、レースエース。キャンプクラッシュの仲間たち、友達を助けることは何より大切だ。いざ出動。ビッグに走れ、ゴーファクトリー。
さて暴れん坊の潰し屋たち、困ったことになったぞ。タイガーシャークはパニックマウンテンの地下に世にも恐ろしい謎の怪物と閉じ込められた。我々は力を合わせてタイガーシャークを救い出すぞ。チャンピオンカップを目指す決勝戦に出る車を決めるんだ。バンバンぶっ飛ばすから燃料不足の車は今のうちに引っ込めよ。じゃあ俺は引っ込んでいいか。レースです。状況はタイガーシャークは洞窟が崩れて僕と離れ離れになって怪物と閉じ込められた。だから体当たりで中へ入って見つけ出して連れ戻してあげないと。お互い見守り合っていこうぜ。了解。古き良き時代の怪物大使だね。全てのチームが全員揃ったらすぐにレース再開だぞ。ビッグに走れ、ゴーファクトリー。よし、一つどかしたぞ。あといくつ残ってる？作戦変更、別の出口を探そう。何がいるのか知らねえが、この俺がビビるとでも思ってるなら大間違いだ。今からこの怪物の正体を暴いてやる。岩だらけじゃないの。潰しがいがあるってもんだ。はあ、お前の考え方が気に入ってきたぜ。突撃で、うん、大抵俺がこうすると崩れるのに。今回は工夫がいるのかもしれないよ。いくつかやり方を試してみよう。注意深く攻撃計画を練って。めちゃくちゃ汚くなれるぞ。受けて立ってやる。だぜ、自分してほえろ。岩にぶつかって汚れまくってようギャックした。任せろ、ベトベトになってやる。うっ、いい汚れっぷりで。僕たちがチーム一丸になればできないことなんてないぞ。まあ例外もある。受けて立ってやる。デデンデン、デデデデン、デデデデン、デデデデンデンデン。どもを見ろってんだ、キャンプクラッシュのオンブロどもも。これが俺たちの山だと分かっただろう。え？来たぞタイガーシャーク。タイガーシャーク、このホラナにでっかい怪物がいるって言ってなかったか。タイヤの跡だ。タイガーシャークは自由になって出口を探しに行ったんだろう。おいタイガーシャーク、俺にも怪物を退治させてくれよ。この作戦はまだ終わってない。行こうみんな。怪物め、尻尾を掴んでやる。近道だったのか。それで怪物はどこに行った？いたぞ。お前か。その通り、怪物の正体は俺たちさ。ライノマイトとモタサウルス、クランクシャフトの谷のこっち側で一番イケてる壊し屋だ。キャンプクラッシュの連中が俺たちの縄張りに入るのは許さねえ。お前たちだったんだな。ここまでだ、ずらかろうぜ。相棒、無事だったのか。助けが来る前によく脱出できたな。ねえ、あの2台は誰？さあな、だがチェックポイントに向かうようだ。そいつは許さねえ。優勝は俺たちのもんだ。全車が出走して潰すか潰されるかのバトルが始まった。最初にゴールするのはどの車だ？
クラッシュフィールドのてっぺんね。おい、覚えてやがれ。ボーンシェイカー様のクラッシュフィールドだ。知ってるよ。そのまま走って、私は消火活動を始めるね。来い、俺の三軍をぶっつぶせ。一着はデモダービーとメガレックスだ。チャンピオンカップへ前進だ。誰にも負けないさ。これでようやくチャンピオンカップの味見ができるぞ。2着でゴールしたチームはファイブアラームとギャンクスターだ。やっぱやっぱやっぱ。どれだけ燃えたか考えてみて。おクラッシュフィールドが丸ごと揺れてる。急いで逃げよう。ちょっと待てよ。それじゃあチャンピオンカップの行方は。大急ぎで下るんだ。麓まで降りるのが最後になった車はスクラップだぞ。大きな落石受けて立ってやる。ギャンクスター、罠は避けて走らなきゃダメじゃないの。そんなことしたってつまんねえだろ。いい考えはないか、兄さん。ここはボーンシェイカーのクラッシュフィールドだって聞いたぞ。バンパーに誓ってその通りだ。ついてこい。キャッハー、限界まで走れ、メガレックス。望むところで。なんてありさまだ、俺のクラッシュフィールドが。悪かったな、相棒。ちょっと見てみなよ。これはまさか。どうやら3着でゴールしたチームらしいな。おい、さっきの2台じゃねえか。ずいぶんと待たせたな。紹介しよう。この2台はライノマイトとモトザウルス。3着でゴールしたチームだ。ルールはルールだ。3着でゴールしたチームはチャンピオンカップをかけた優勝争いに参加することができる。チャンピオンカップレースの今年の舞台は俺たちの縄張りアリーナワールドだ。君たちもきっと初めて耳にしたろう。今年のチャンピオンカップ戦はトリプルヘッダー。舞台は伝説のアリーナワールドだ。優勝するのは果たしてどのチームか。ファイブアラームとギャングスターは見事なチームワークでドロップになってうまくいく方法があると証明した。一方、デモダービーとメガネックスも優勝候補だ。みんなの大好物友情のクラッシュを見事にぐちゃっとミックスして見せてくれた。それでも優勝はサプライズ登場のライノマイトとモトサウルスか。マジで正体不明の2台だ。気配を消して忍び寄る技や大胆で緻密な作戦はきっとレースを混乱させるはず。いよいよアリーナワールドを舞台にした決勝戦だ。目指せチャンピオンカップ。いやあ、アリーナの壊し屋たちのみんな、伝説のアリーナワールドを舞台にした優勝決定戦にようこそ。ここはカオスと破壊が生まれる場所。いよいよワイルドなレースの幕開けだ。デモダービー、メガレックスとのコンビで見事一着に輝いたね。凶暴な力とクールな動きのコンビネーションの勝利だ。決め手はどこにあったのかな。そんなの楽勝だって。派手に生きてハードにクラッシュするやり方さ。なんと素晴らしい。ホットな勝利を決める準備はバッチリかな。ファイブアラーム、パートナーはドロンコの達人ギャンクスターだ。冷たいドリンクを忘れちゃダメだよ。私は燃えていくからね。俺様はベトベトに行くからな。いいぞ。いいぞ。そしてサプライズで参戦する第3のチームを紹介しよう。アリーナワールドの元々の住民にしてやんちゃな番人、ライノマイトとモトザウルスだ。見るがいい。これが未来の優勝チームの姿だ。よっちぞ、もっと迫力を出せ。よし、それでいい。さあ、スタートは目前。3チーム揃って大クラッシュする気満々。第4のチームを忘れんなって、タイガーシャークだ。無理だよ、タイガーシャーク。おい、テールパイプを壊すな。
さて、注目のチャンピオンカップ決勝戦第1ラウンドが始まるぞ。驚いたね。よくもこんな高いタワーを。俺がぶっ潰してやる。ちょっとやったよ。ねえ、やめな。最初の勝負はチームの2台のうちどちらかがこのポンプを押してもう片方のチームメイトを発射させるゲームだ。根性と粘り強さの塊のこのグラグラしたタワーのてっぺんに一番うまく着地できたチームが次のラウンドに進出だ。でもタワーに届かなかったり飛び越えてしまった場合にはガレージに退場、敗退となって勝負から脱落する。任せろ。だったら親切に貴様らに引っ込むチャンスをやるとしようか。うんとビビらせてやるから覚悟しろ。わおわお。ああ、その通りだ相棒。だがまずはクラッシュヤードで一着になったデモダービーたちに与えられた秘密の得点を発表しよう。2台は超有利に勝負を進められるぞ。ジェットパックを使えるんだね。じゃなきゃロケット発射機かレーザーライトだ。君たちには最後に挑戦してもらうぞ。最後？彼らに与えられたこの秘密の得点をどう思う？タイガーシャーク、戦略が一番大事だ。最後になれてよかったぜ。他のチームの失敗から学べる。素晴らしい。さすが一流戦略家のタイガーシャークだ。だったら早速勝負していいか？ダメ。それではいよいよゲームの開幕です。どっちが発射する方で、どっちが発射される方でしょう。行くぞ相棒。俺が飛ばす、お前は飛ぶ。いいな。失敗して後のチームのブレーキになるんだよ。俺の実力とお前の背中の流線形のトゲトゲがあれば絶対に勝てる。さあ頂上めがけて飛んでいけ。正体不明の新顔どもだが力はありそうだ。仲間たちはうまくやるかな。3、2、1、発射。おお、見事な飛びっぷりだ。願い事。皆さん信じられません。タイヤの摩擦力と少しのアクセルグリースだけでモトサウルスは勝利へとよじ登っていった。見たかいタイガーシャーク。タイガーシャークは？おい、そこ離れろ。ああ、なんだよ。勝っただと？ギリギリな。なんとか助かったが危ないところだった。ああ、確かにジャンプは良かったが負けてもおかしくなかった。まだまだ安心できないぞ。次はもっと頑張ってくれよ相棒。次の挑戦者はファイブアラームとギャンクスター。相性バッチリには見えないコンビが着地を決められるのか、それとも仲間割れしてうまくいかなくなってしまうのか。あなたが飛ばして私が飛ぶわね。力を振り絞ってギャンクスター。ああ、任せろ。友達だから応援してるが、ギャンクスターは何をしでかすかわからない。3、2、1、発射。力を振り絞るぜ。一つ残らずベトベトにしてやる。ジャンプ台を飛び出して行き先は？待っててタワーさん、今行くわ。あれ、戻って。これはまずい。ギャンクスターは力を振り絞った結果やりすぎてしまったようです。ファイバーラゴは観客席へ。私立って着地した。残念だなファイバーラム。でもよかったぜ、そこは最高の席だ。おい、俺の席に座るんだ。結果はみんなが今見た通り、ファイバーラームとギャンクスターはレースから脱落。健闘をたたえよう。タイガーシャーク、感想は？友達を空へ発射する前にはちゃんと距離を確認することだな。最高のアドバイスだタイガーシャーク。待て、トロフィーを返せ。ファイバーラーム、すまなかった。今度ばかりはヘマはするまいと思ってたんだけどな。俺のせいでメタメタになっちまった。何言ってるの？ものすごく楽しかったよ。優勝カップは逃したかもしれないけど、あなたとパートナーになれてマジでハッピーだった。間違いない。俺はメタメタになる前に考えることが大切って教わった。私は自分でも信じられないけど、ぐちゃぐちゃになるのって心から楽しいってあなたに教わった。もし俺以外の誰かが優勝するなら、チャンピオンはメガレックスとデモダービーがいい。とはいえ、奴らがクラッシュするのも楽しみだ。ふん、最後になったのは良かったかも。ライノマイトとモトザウルスがもう少しで届かなかったのも、ギャンクスターとファイブアラームが飛びすぎたのも見た。
だからもっと思いっきりやりゃいいんだな。今回はそれじゃダメさ。中間のちょうどいいところを見つけないと、クランクシャフトの谷のループみたいに。なるほどな、やろうチームメイト。これでレモダービーメガネックスチームとライノマイトモトザウルスチームが優勝をかけた最終決勝戦でガチンコ対決することが決まりました。勝ったのか。ああ、勝ったよメガネックス。やった。もっと、ヒーロー、俺の望み通りになった。それでは今日繰り広げられた名勝負を振り返ってみましょう。新青のライノマイトとモトザウルスは飛距離が短くもう少しで危ないところでしたが、なんとか着地に成功。ファイブアラームは遠くへ飛びすぎて残念ながら失格です。そしてレモダービーとメガレックスは完璧な着地を披露。この結末は今後の最終決戦で全て明らかになるでしょう。どうぞお楽しみに。ビッグに走れ、ゴーホットビール。やあみんな、チャンピオンカップ決勝戦にようこそ。最後まで勝ち残った2チームのうちどちらがトロフィーを持ち帰るのか、ここまでの戦いぶりを見てみよう。レモダービーとメガレックス、2台が組んだチームは初日から絶好調。向かうところ敵なしの勢いだ。対するはサプライズ参戦のこのチーム、ライノマイトとモトザウルスだ。彼らの出来心とパワーは結果を出すのか。イケてるやつでいるのも疲れるぜ。他のモンスタートラックたちも俺や最高の相棒モトザウルスを見習ってクールに生きてほしいもんだな。優勝カップまでまっしぐらさ。さてタイガーシャーク、これから始まる戦いについて君の予想は。ぶっちゃけ俺が見たいのはド派手な大クラッシュでぶっ潰れるザマだ。そいつは気が合うな。ではゲームの内容を発表しよう。今回はタイガーシャークスピンアウトで勝負だ。うわ、俺の名前がついたゲームだってか。それぞれのチームの1台が発射係になって、もう1台を回転板から飛ばし的へ向かって命中させる。一番大当たりしたチームの勝ちだ。飛び切りとんでもないゲームになるぞ。僕は見ただけで目が回ってきた。ライノマイト・モトザウルスチームの先行だ。チャチャンのチューイ、作戦はこうだ。俺が発射してお前が的に命中してちょちょいなちょいでこっちの勝ち。ダンスしてトロフィーをゲットしておしまい。いいな、天才だぜ。誰か俺の本を書くべきだよな。背中のトゲトゲが的に命中するのにぴったしだ。行くぞ相棒。正直言って新顔の2台はすごく強そうだけど、力を合わせなければ絶対に勝てっこない。そうともおっしゃる通りだ。げ、もう臭いわ。俺も大好きだぜチームメッド。いけるか。よし、3、2、1、スタート。すごい回転だ。飛び出したぞ。モトザウルス、お尻を向けてるんだけど。だから言ったろ、ちょちょいのちょいでおしまいだってな。ライノマイトとモトザウルスは今のところ命中一つ。次はレモダービーとメガレックスだ。いい？相談して決めよう。どっちが飛ばしてどっちが飛ばされる？俺はクラッシュされるのもクラッシュするのも好きなんだ。どっちか一つなんて決められねえよ。じゃんけんで決める。じゃんけんで決めよう。石バンバー対応。石で私の勝ち。よかったな。やった。ねえ、俺
メガレックスとデモダービーのチームがきっと勝つ。ホイールキャップをかけるぜ。空を飛ぶ準備は？うん、任せろ。あたし思ったより怪力だった。これは見事に打ち上がったぞ。皆さん信じられない結果です。見事大当たりだ。やったね相棒。潰して入る。私が支えるから安心しな。脱帽です。ここで両チームの今の勝負を振り返るとしましょう。屈強な2組のチームは揃って的に命中。つまり決着をつけるのは究極のモンスタートラック同点決勝戦。ご意見はタイガーシャーク。どっちも的に集中することだ。よそ見は禁物。トロフィーから目を離すな。俺が守ってやるから。カオラ、タイヤをトロフィーから離せ。うん。アリーナの潰し屋たち、いよいよ運命の時がやってきた。それではタイガーシャークスピンアウトゲーム同点決勝戦の的を紹介するとしよう。こいつはスペシャルな一品だ。今回のターゲットはあそこに見えるよ。タイガーシャークプールの向こうにあるあの的だ。おお、だからこのゲームの名前はタイガーシャークスピンアウトなのか。待てよ、危険を知らせないと。なるほど、イカした図形だろ。これでいこう。俺の作戦を覚えたか。大丈夫、分かってる。俺が正しい角度を狙ってやる。いいから見てろって。決まりだ。あとはただ危ないよメガレックス。あとは危ないよメガレックスか。モトザウルスはいい仕事をした。俺より賢いんじゃねえか。今迎えに行くぞ相棒。ライノマイトは見込み違いで仲間を的外れの方向へ飛ばしてしまいました。デモダービーとメガレックスが優勝へあとワンショットと近づいた。まあまあ仕方ないだろう。完璧な作戦でしくじるなんて普通はないが。相棒待ってくれよ。ああ次はもっと聞く耳を持って作戦を立てよ。でもダビー、タイガーシャーク、メガレックス、どうしても伝えたい超大事なことがある。こんなに命に関わるアドバイスはきっと他にないぞ。何の話？どんな手を使っても水には絶対落ちたらダメだ。ありがとうタイガーシャーク。まだ作戦は立ててない腹ペコのサメね。ふう、うん、なるほど。メガレックス、ガレージに優勝カップを置くスペースを作っときな。だって持って帰るのはうちらだから。皆さん結果を発表します。タイガーシャークスピンアウトはデモダービーとメガレックスが完全制覇しました。ついにやったな。なんという圧巻の舞台でしょう。ファイナリストたちを迎えていよいよメインイベントの始まりです。メインイベント？チャンピオンカップの行方に決着をつける最後の戦いの時が来た。ホットウィールモンスタートラックたちとク
クラッシュジラの対決だ。こいつはガソリンをめちゃくちゃ食いそうだ。チャンピオンカップをめぐる戦いのグランドフィナーレの幕開けです。メガレックスとデモダービーが優勝宣言するためにはクラッシュジラを倒さなければなりません。あいつ何者なんだよ。大して強そうじゃねえな。あのいかつい怪物見たことがねえ。はあ、お前ら2台ともついてるね。行こうメガレックス、派手に生きてハードにクラッシュしてやろう。潰してほえろ。よっしゃ。巨大サイボーグバナナを使えばあいつを倒せる？あ、名案だモトザウルス。なんだか手強い猿野郎だね。へこみを一つもつけられねえ。ボコッとへこましてやりて。新しい手を試そう。潰す準備はいい？吠える準備もな。デモダービーとメガレックスは怪物を怒らせてしまったみたいだぞ。タイガーシャーク、ご意見は？まあそうだな、俺の意見は、おう意見は、おう君の言う通りだ、タイガーシャーク。チャンピオンカップが、もう引っ込んじゃいられない。おいモンスタートラックたち、エンジンのアイドリングはやめだ。仲間を助けに行こう。優勝決定戦なのよ、そんなことしていいの？けど今は普通の状況じゃねえ。ルールがめちゃくちゃになってんだ。オーケー、じゃあ作戦は？どんな化け物にも弱点はきっとあるはず。ボンシェイカーと俺で突き止める。見つけた弱みは俺が思い切りぶっ潰してやる。よし、レースエースと俺は得意の走りでヤツの気を散らす。ああ、受けて立つ。私はメガネックスとデモダービーを援護する。ギャングスター、あいつの気を引ける？待ってました、俺の出番だ。なんて言ってる。力になりたいって。いくらでもモンスタートラックの力が必要だ。歓迎するぜモトザウルス。よしみんな、ビッグに走ろうぜ。ゴーホットウィール。あのデカシリどもを手伝いたいなら好きにしろ。俺は止めない。結局俺が必要なんだろ。今に奴のタイヤも底をつくかな。無理だ。俺を怒らせると怖いぞ。泣きっ面が楽しみだぜ。受けてやってやる。行こう、猿野郎にもっと近づいてやろう。ベタベタにしてやった。え、なんだ。そうだな、モトザウルス、あの頭のでっかい的を狙えばいい。でもどうやって。そんなスピードじゃこの俺は捕まんないぜ。よっ、よう、クラッシュジラ、ちょちょいのちょい。名付けて俺のダイナマイトモードだぜ。クラッシュジラを叩きのめしてやる。ライノマイト、
仲間になれて嬉しいぜ。モゾサウルスはチームメイトだ。助けなきゃ友達とは言えないからな。俺だって会いたかったぜ。どうやって言葉がわかるんだ。耳を傾ければいい。聞くことはどんなことよりも役に立つ。クラッシュジラの金属の頭に弱点があるはずだって言ってる。猿の頭ははるか上の方だぞ。どうやったら届く。ダイナマイトバーガーだ。けどまずはもっと大きなトラックがいる。モトザウルス、どんな作戦だ。アリーナには特別なケージが隠されてて、そこにメガレックスを入れるとどでかいメガ級メガレックスに変身する。そしたらダイナマイトモードでクラッシュジラをクラッシュさせるんだ。ダイナマイトモードクラッシュケージ。メガ級メガレックス、なんて素敵な響きなんだ。メガレックスをケージに案内しろ。俺はダイナマイトモードの準備を。どういうことだ。メガレックスとモトザウルスが秘密兵器を目指して走っていくようだ。どんな作戦にしろ急がないとまずい。で俺たちは。作戦がうまくいったらタイヤを投げまくるヤツの腕をみんなで攻撃してくれ。あんな腕なら俺たちで潰せるよな、ボーンシェイカー。当たり前だ。楽しいぶっ潰したいです。クラッシュをお見舞いしてやる。どうどうどう。ボーンシェイカー、ナイスショットだ。ありがとうよ。ジムシティフォイヨー。ダイナマイトモード。ちょちょいとちょい。ジムシティフォイヨー。信じられないことが起こりました。長年モンスタートラックの実況アニメアナウンサーを務めてきましたが、こんな出来事は初めてです。ホットウィールモンスタートラックが全車力を合わせクラッシュジラを倒しました。なあみんな、一つ謝りたい。なかなか打ち解けられなくてごめんよ。つまりキャンプクラッシュのおかげで学べたんだな。よろしくお願いします。どう思う、相棒。仲間が力を合わせれば何でもできる。なる。その通り。皆さんもご覧になりましたね。仲間が力を合わせた結果、巨大なサイボーグゴリラを見事破ることができたのです。それではいよいよ今年の優勝者にチャンピオンカップを授与しましょう。デモダービーとメガレックス、おめでとう。チャンピオンになるにはチームワークが欠かせないとよくわかった。ところでトロフィーは、ほら返すんだ。こんにちは。いよいよみんなが待ち望んだイベントの始まりだよ。ホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップ。この夏最高にでかくてタフなモンスタートラックたちがキャンプクラッシュでガチンコ勝負。一番強い車を決めるぞ。衝突、そして激突、絶体絶命の危険にチャレンジだ。誰か網を切って私たちを出して。トラックたちの入場だ。レースエース、デモダービー、タイガーシャーク、そしてボーンシェイカー。チャンピオンカップを持ち帰るのは果たしてどのモンスタートラックか。チャンピオンカップは俺のものだぜ。怖いレースになるぞ。覚悟してろよ。今回が決勝トーナメントの初戦になる。まさに壮大なスケールのレースだぜ。はじめは足場の悪い森の中を走るコース、続いてどこよりも崩れやすい橋を通過、最後は車の山を登りてっぺんのゴールを目指す。坂を下るレース？そんなの楽勝だぜ。
僕のミドルネームはレースだ。あ、じゃなくてファーストネームか。だからもう勝ちはいただきだ。俺以外はスペアタイヤが必要だな。だって俺がこのレースをぶっ潰してやるんだから。俺が先にゴールして手を振ってやる。トップは私さ。坊やたちはみんなで2位争いするんだね。受けて立ってやるぜ。一番速い車が勝つなら僕に決まりだ。それでは位置について。用意はいいか。ビッグに走れ。 Go Hot Wheel。きついレースになるだろうが、俺には必殺技があるんだ。この炎はただの飾りじゃねえ。なければ捕まらないからな。なんと驚きの技が出た。ボンシェイカーが燃えるフロントグリルを生かして勝負に出た。優勝する？ああ、するかもね。いくよ。よっしゃ。楽勝すぎて驚いたよ。いいぞ。みんなグズグズしてね。であんたたちが私に負ける姿を見られる。こりゃすごい。なんと自信満々のデモダービーがバックで走り始めたぞ。悲惨な結末を迎えるか、モンスタートラック史に残る大勝利を飾るか。ゴールで待ってるよ、坊やたち。派手に生きろ。ハードにクラッシュ。ちょっと待ちな。これから私が森をバックで走ってたら注意して。よし、助けてよ。俺の勝ちだ。ボーンシェイカー、お前ならできる。なんてこった。優しいワニちゃんだね。おー、いい子たちだ。こりゃ困った。ボーンシェイカーがこれから参戦するレースは恐ろしいワニたちから逃げるレースしかないようだ。残るは2台のみ。邪魔だ。チャンピオンカップは目の前だ。なんか怖くないさ。俺は食われない。でも翼はない。どうやってゴールにたどり着けって言うんだよ。これは大変だぞ。レースはここでおしまいか。チャンピオンカップは行き場を失うのか。しかもワニたちはお腹を空かしてるようだ。一体どうなる。え、
思いついたぞ。信じられない奇跡だ。レースエースが壊れた橋をジャンプ台代わりに使ってトップに立ったぞ。まずい。やったな。生かしてたぜ。レースエースはブーッと飛ばして、タイガーシャークはずー落ち込み、俺たちはワイと湧いた。なんという大迫力。まさに破壊と混乱のオンパレードだ。タイガーシャークとレースエースは次の勝負へと進むが、とんでもないチャレンジが待ってるぞ。カオスに満ちたコースを走り抜け、チャンピオンカップをゲットするのはどの車か。次回もお楽しみに。繰り広げられるのは究極のクラッシュバトルだ。マジで大失敗しちゃった。怖いもの知らずたちが帰ってきた。ホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップ再開だ。優勝者の決定まで残るレースはあと1つだけ。前回は勝ち残った4台のモンスタートラックが衝突と激突を繰り返し、メガマウンテンや飢えたワニがあふれる川を走り抜け大接戦を見せてくれた。勝ち抜いたのはタイガーシャークにレースエース。2台のトラックが競うのは反則なしの無制限レース。目指すは勝者の洞窟だ。最初にタイヤを乗り入れた車が優勝だ。世界一危険な山を走り抜けて落石をくぐり抜け洞窟に突っ込むレースそれだけか。受けて立とうじゃないか。燃えていけ。優勝カップをゲットしな。いけタイガーシャーク。あいつらに本物の捕食者の強さを見せてやれ。負けるな。いよいよです。ついに決勝戦の幕開けだ。位置について、よーい、スタート。神砕いてやるぜ。レースエースはもちろん速いが、俺を怒らせた時の速さには勝てっこない。僕の好きなサメの種類を知ってるか？え？さあな、なんだよ。
認めるぜ。あの冗談は冴えてたな。見事なシフトチェンジだ。レースエースがその名にふさわしくレースをリードしたぞ。タイガーシャークは巻き返せず、このまま終わるか。やっほーやってくれるぜ。これは驚いた。どうですみんな、タイガーシャークの見事な負けっぷりを見ましたか。初めから勝負にならない。レースエースの勝ちに決まってる。バカ言うんじゃねえ。タイガーシャークは食物連鎖の頂点に立つ王者だぞ。しかもあの縞模様がすっげえイケてる。はぁ、分かってないねメガレックス。頑張れ縞模様。貴様の負けだ、レースエース。何寝ぼけてる、タイガーシャーク。タイヤをどけろ。なんと、きつい接戦になるとは予想してましたが、これは面白いです。どうなってんだ。こいつはやばい。このままじゃ。僕の勝ちか。まさか俺の勝ちだ。それにしてもゴールはどこだ。壁にぶつかった。暗くて何も見えない。おい、あれは何だ。え、いいこと思いついたぞ。おい、一体どうなってんだ。どっちの勝ち。いいか、きっと2台ともぶっ潰れた。俺が喜んだ奴らの代わりに優勝カップをいただいてやるよ。きっと閉じ込められたんだ。さあみんな、私たちの得意技を見せるよ。体当たりだ。よっしゃ、はい、こいつは最高にご機嫌だぜ。一段と強そうに見えるだろう。僕だってイケてるだろ。しかもこうしたおかげで周りが見える。なんか見えてきたぞ。おう、やったぜ。あいつはいただくぜ。おい待て、カップは僕のだ。皆さん、これは驚きです。レースがフィニッシュに向かう中、モンスタートラックたちが岩をどけようと動き出した。誰がたくさん岩を砕き、ここを突破できるのか、果たして。誰に向かって話しかけてんの。痛い。あの優勝カップをいただくのは俺だ。カップはどこ行った。受けて立ってやるぜ。わお、わお、あの泥のおかげですっかり変わったな。君だって色が変わってるぞ。変な感じだけど悪くないよ。え、まあ、なんと絶体絶命のピンチです。ここでホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップは終わるのか。レースエースとタイガーシャークは過酷な運命に勝てるのか。そして優勝カップの行方は。私たちは最後までこのレースを見届けられるのか。みんなアクセル全開でやれ。やってるって。おっと、え、痛い。
オットウィールモンスタートラックチャンピオンカップの会場に再びようこそ。前回は2台のファイナリスト、レースエースとタイガーシャークが優勝カップを目指して究極のレースで大接戦を繰り広げたが、トラブルが発生した。洞窟が崩れ、レースエースとタイガーシャークの様子は不明。どちらが勝ったか、2台が無事かどうかさえまるでわからない。おい、気をつけろ。このまま終わるのか、優勝カップは誰の手にも渡らないのか、僕は仕事を失うのか、まったくなんてことか。ちょっと落ち着きな、もう少しだから。よっしゃ、やったぜ。ボーンシェイカーがついてるぞ。今行くから待ってろ。今の声は俺じゃないぞ。じゃあ誰だって言うんだ。お前の後ろに現れた巨大な沼の化け物の声じゃないのか。こんなのシナリオ通りじゃないよな。ああ、だがあれを見てみろ。今度こそ俺様がいただく。おい、待つんだ。こった、もう少しだったのに。もう少しで巨大なワニに潰されるところだったって言うならその通りだ。うわぁ、見たな、これでおわいこだ。聞こえる？レースエース、タイガーシャーク、みんなで助けに来たよ。優勝カップは見つかったのか。俺が代わりに預かってやってもいいぞ。おい、あれはなんだ。イケてるじゃん、まるでディスコみたいだよ。見て、こいつは驚きだ。どちらがチャンピオンカップの優勝者に決まったか、もう少しでわかるかも。レースエースとタイガーシャークのどちらかがどこかで甘い甘い勝利の栄光に酔いしれているだろうと今は想像するしかない。危なかったな、絶対に食われると思った。あの巨大なワニに頂点に立つ捕食者の実力を見せてやりたい。俺を怒らせると怖いぞ。おい、2台でこのワニを倒すのは無理だ。じゃあ8台になったらどうぞ。嘘でしょ、これってまさか巨大なワニ。ああ、その通りだ。ワニのやつ、欲張りすぎて1台も食えなかったな。みんなで来てくれて嬉しいよ。おい、優勝カップはどこにある。でっかいワニが食っちまった。許すもんか、私たちのトロフィーを飲み込んで逃げるなんて。なんという予想外の展開だ。優勝カップが巨大なワニに飲み込まれただけじゃない、僕の新品の靴がぐちゃぐちゃに汚れたぞ。モンスタートラックたちはこのモンスターを相手に勝てるのか。どんな作戦で行く。こいつが食べた優勝カップを取り戻さないと。でもどうやって。見て、あの尻尾、あの光る何かのおかげでワニは大きいんだよ。あれをつけた車は同じくらい大きくなれるはず。俺に任せろ、みんなで俺の味方をしてくれ。時間稼ぎをしてやらないと。どうやって。ワニを思い通りにする完璧な方法を思いついた。キャンプクラッシュで身につけた技を全部使えばいい。さあ、これは見ものだ。トラックたちが力の限りを尽くしてキャンプクラッシュで身につけた技を全部見せるぞ。ついにラスボスとの対決だ。
いいか、モンスタートラックたち、やることは分かってるな。ビッグに走れ、ゴーハットリー。よっしゃ、モンスタートラックたちが全力を尽くしてるぞ。ペイントファイト、的当てゲーム、そして猛ダッシュのフラッグ争奪戦で培った技が問われる時が来た。みんなありがとう。サメがむさぼり食う怖さを教えてやる。やってくれたぞ。タイガーシャークがメガサイズに変身だ。怖いぞ。出てきた。驚いた。見てください、優勝カップじゃねえか。優勝カップを吐き出せるのに速攻で成功したメガタイガーシャーク。しかし、いくら巨大なスーパートラックでもワニを倒せるのか。こいつに勝つ時が来たぞ。怒らせると怖いぞ。さっきまでの強さは消えちまったな、ちっこいの。うわ、受け取ってくれよ男、君のものだ。俺たちみんなのものだ。でも安全のため俺が持っとく。なんという大事件だ。モンスタートラックが敵を倒す姿は長年見てきたが、メガサイズのモンスタートラックが巨大なワニと対決する現場を目の当たりにしたのは正直言って初めてだ。今回のチャンピオンカップは歴史に刻まれる一戦になるだろう。いいかみんな、力を合わせていくぞ。ビッグに走れ、ゴーハットリー。最高の一日だぜ。キャンプクラッシュへようこそ。危ない凸凹道、ありえない離れ技、正気の沙汰ではない障害物に満ちた160キロの道のりだ。このレースこそホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップへの第一歩だ。優勝カップは俺のものだ。僕が参戦すればお預けだな。この勝負受けて立つ。夏が終わる前に3つのバッジを手に入れてチャンピオンカップにエントリーを果たせ。バッジ3つ？ちょろいよ。勝手に言ってろ、ライバルが。挑戦してもらうのは3つの破壊チャレンジ。1つ目はペイントファイト。タイヤのペンキでライバルを汚せ。自分は汚されるな。最後まで綺麗だったトラックが優勝。
崩してるんだ。ビッグに走れ、ゴーホットウィール。ほら行け、降りろと言ってるんだ。ペイントファイト、スタイル、スキル、そしてもちろん破壊力でバッジを手に入れろ。では始めるぞ。位置について、よーい、ファイト。夏が来た。やったね。冬はずっとガレージに閉じこもってたんだ。早く奴らにこのペンキを塗りつけたいよ。意外と呪いね、レース S。 あー、速い走りはお手の物さ。派手に生きろ。ハードにプレッシュ。逃げても無駄だよ。この勝負受けて立つ。ワイルドアーティストのバッジはレースエースで決まりだな。やったね。喜んでる暇はないよ。ちょっと助けてくれない？ペイントファイトが楽しみだぜ。今までは大の苦手だったがな。でも今年は違うぞ。新しい作戦があるのさ。辛抱だぞ、ボーンシェイカー。今は我慢だ。ぶっ潰してやる。大変。ビッグに走れ、ゴー。ホットウィール。マジでうまくいったぜ。これで優勝だな。俺は天才だ。見事に気づかれない。気をつけろ、ビッグフット。今俺が行くぞ。おい、どこ行った。そこにいたのか。待ってろ、今行く。ペイントファイトはライバルをいかに騙せるかが命だ。俺様はビッグフット、その手のことはバッチリだぜ。いやあ、どこへ行く。うわっ、勝ったと思ったのに。来年で直すんだな。キャンプは最高だぜ。ぶっ潰すこともできるし、ぶっ壊すこともできるし、突っ込むこともできるからな。楽しいぜ、キャンプは最高だ。潰して吠えろ。これでメガレックスは究極の破壊力バッジを手に入れたぞ。おう、クラッシュへの道。マジでこの夏はずっとほぼぶっ壊し続けて過ごしたぜ。楽しいに決まってる。え？ペイントファイトって？汚してやったぜ。これがペイントファイトか。わかったぞ。
俺はギャングスター。俺にぴったりのレースだ。優勝者のバッジは手に入れたようなもの。残るはあと1台だ。出てこいビッグフット。どこに隠れていようと必ず見つけたぞ。汚されるのを待ってたんだなビッグフット。まずいった。さっき汚れがどうのとか言ってたよな。俺がその汚されて。よし、これで俺が強いってのが分かったんじゃないか。以上だ、集まれ。みんなよく頑張った、偉いぞ。だがペイントファイトチャンピオンはビッグフットだ。ビッグに走れ、ゴーホットウィール。おー、いい。じゃあ他の車の成績を見てみよう。まだバッジの数がゼロなら急いで一つでもゲットしないと。勝負は残りあと2回だ。明日はみんなでダーツで勝負だぞ。幸運を祈れよ。さもないと負けるぜ。再びキャンプクラッシュへようこそ。前回のレースではどの車も破壊力を競い合い、力いっぱいペイントファイトを戦い抜いた。見事1位の座を決めたのはビッグフットだ。今日はキャンプクラッシュ最大の山場、バンパーとバンパーが激しくぶつかり合う過酷なゲームで、彼らがどうしのぎを削り果たして生き残れるか見守るとしよう。さあ行くわよ。ヒートアップしていこうぜ。よし、よく聞けよ。今回のレースは破壊チャレンジの第2ラウンド。この先にはホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップでの優勝が待ってるぞ。見るがいい。2台のトラックが猛スピードでスロープを下り、勢いよく飛び出して空中で正面衝突する。どちらが狙い通り中央へ飛べるか、綺麗に着地を決めるか、フィニッシュの出来を競う戦いだ。そう慌てるな。この勝負はよくあるただの空中戦には終わらない。下の地面に書かれた的の中心により近く着地できた車がバッジを手にできる。的が防火加工されてるといいわ。こんなに闘志を燃やしてるのよ。スペアタイヤを積み込んでいけよ。この勝負に何より大切なのはテクニックだ。さあスタートしようぜ。獲物に飛びかかろうとジャンプする時の緊張感が大好きだ。見ててくれ。これは餌の奪い合いなんだ。最初の第一戦は因縁の対決、レースエース対ギャングスターの勝負だ。俺に痛めつけられる覚悟はできてるか。は、受けて立ってやるぜ。お前を倒すなんて楽勝で、チャレンジとも呼べないけどな。位置について、よーい、バッジは俺がいただくぞ。悪いが無理だ、老いぼれ。因縁の対決に勝負がついたな。レースエースが一つ目のバッジを手にした。やったね。クラッシュカメラの映像でもう一度見直してみよう。2台が空中へ飛び出した。一見普通のジャンプに見えるが、レースエースは見事に前後逆向きになって敵の上になった。おかげでギャングスターは遠くの木立の上へとクラッシュする羽目に。ああ、ジョイ助けてくれ。次に登場するのは残忍な狩人対伝説の一騎打ちだ。タイガーシャーク、ビッグフット出番だぞ。秘密を打ち明けてもいいか。俺はビッグフット。硬い地面の上なら最強なんだが、空中となるとそうはいかない。でもループは誰だって大好きだ。位置について、よーい、クラッシュ。おい、怒らせると怖いぞ。おっと、わあ、おい、ヤッホー。
この対決の勝者は陸、海、そして空を制した野獣タイガーシャークが2つ目のバッジを手にしたぞ。タイガーシャークが勝てたのはサメの牙による噛みつき攻撃のおかげだ。メガトラック同士の衝突に火花が散る。タイガーシャークは強靭な顎の力を使ってビッグフットが墜落した衝撃をかわし目標の位置に着地した。それではボードを見てトップに向かって走ってる車はどれか、逆にアクセルを踏み込んでバッジを手に入れなくてはならない車はどれかチェックするとしよう。レースエースとタイガーシャークの2台は勝利を手に入れ一歩優勝カップへと近づいたぞ。大接戦はまだまだ続く。デモダービーとメガレックスの対決だ。この私が怖がるとでも？やめてよ。メガレックスは強敵だけど力じゃなくて頭の良さがものを言う勝負だから。よし！バッジが欲しい？派手に生きろ！ハードにクラッシュして！的の中心に着地だ。デモダービーが3つ目のバッジを手にしたぞ。その上的の中心に着地を決めてボーナスバッジもだ。トップに立つのは誰か。デモダービーのとてつもないスピンがメガレックスにメガな一撃をお見舞いした。最適な角度で体当たりして目いっぱいのインパクトを与えメガレックスを見事に叩き落としたぞ。メガレックスが叩き落とせたのは3本の枝だけだ。何のね、レイラ。お前もか。勝負を続けよう。イエーイ。赤白二色でこれからボーンシェイカーに負けるものはなんだ。お前だ。そんな勢いも消してやる。見てるがいいわ。ビッグに走れ。ゴーホットプレイヤー。ぶっ潰してやる。潰してやる。うわ、火花が散ってる。的の中心に着地できるか。私がそうなると言えばそうなるわね。おい、やったぜ。4つ目のバッジを手にしたのはボーンシェイカーだ。ハッ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 。待てよ、消防署に帰るのはまだ早いぞ。ファイブアラーム、君の強烈な放水攻撃は工夫に満ちてみんなに必要な破壊力を備えてる。チャンピオンカップにふさわしい君だけのその個性的なスタイルにボーナスバッジを贈ろう。ボーンシェイカーの勝利に水を浴びせられたのはいい気分よ。トラックダーツは以上で終わりだ。トップに立ったのはどの車かボードを見てみよう。レースエースボーンシェイカーデモダービーが現在リード中だ。だが破壊の道はこの先もまだ続くぞ。最後に一つ残ったキャンプクラッシュチャレンジゲームはフラッグをつかめ。明日になれば発射基地を思いのままにできるのは誰なのか決着がつくだろう。ベルトをしっかり締めろ。これから進むのは激しいデコボコ道だ。事故車将軍、発射ゾーンへよく来たな。ここはクラッシュかクラッシュゾーンにも増して障害物がてんこ盛りの一体だぞ。うわー、障害物だらけってことね。先にフラッグを手に入れて持ち帰ったチームのメンバー全員がバッシュバッチをゲットできるぞ。は？フラッグって？あそこだ。うわぁ、これっぽっちか。発射ゾーンなんて大したことないな。クラッシュに強い俺にかかれば。フラッグをゲットしてチームに持ち帰ったトラックには2つのバッシュバッジが与えられる。
だがその前に今までのバッジの獲得数を見てみよう。こいつは接戦だぞ。どのトラックにも優勝のチャンスがある。真剣勝負だ。ホットウィールモンスタートラックチャンピオンカップに出場するためにはあのフラッグを手に入れるしかないからな。どんなにぶつけられようとぶつかろうと絶対ゲットしてやる。よく聞け。チーム分けはこの通りだ。赤チームはレースエース、デモダービー、ボーンシェイカー、それにタイガーシャーク。対する青チームはメガレックス、ビッグフット、ファイブアラーム、そしてギャンクスター。勝ったも同然よね、青チームのみんな。潰してホイール。さあトラックども、位置についてよい、スタート。あんたなんか石器時代に送り返してやる、メガレックス。邪魔だドキ。行くよ、派手に生きろ、ハードに。これが石器時代だよ。ふん、悪くないね。よっしゃ、いいぞ。おっと、そうきたか。フラッグをゲットするために夏中準備してきた。スピードはもちろん大事だが、いろんな試練を受け入れる備えが必要なゲームだ。そうきたか。おっと、おいチャンピオン、後押ししてやろうと思ってさ。やめろ。ありがとよ。行け、フラッグをゲットしろよ。僕がバッジを稼いでる間ブラブラしてな。俺のガレージの方まで見渡せるぜ。あんな煙が出る罠くらいで俺がフラッグをゲットできなくなると思ったんなら大間違いだぜ。この勝負はいただきだ。おいタイガーシャーク、トントン。その声は煙の罠だ。煙巻いてやったぜ。うまいダジャレだったんだけどな。ああマジでウケたぜ。というわけでメガレックスにはギャグバッジを送ろう。やったぜ。ウフー、イエーベイビー。どこから出てきた。これで私が無敵だって分かったんじゃないの。無敵だって言ってなかったか。イエーイ。よし、フラッグが見えてきた。独走だぞ。俺が手に入れたも同然だ。失敗するはずがないだろう。そういえば思い出したが、ギャンクスターも同じチームだったな。
おいおいおい、ギャンクスター、俺たちは一緒のチームだぞ。そうか、悪かった。いいからフラッグをゲットしろ。よし、任せろ。まずい。いいぞ、ヤッホー。おかげで橋ができた。待て、よっしゃ。チーム全員にバッシュバッチ、タイガーシャークは2つ獲得だ。やったぜ。よかった、タイガーシャークのお手柄。あれ、レースエースは？お、やったな、勝ったぞ。ちょっと勘弁してよ。おめでとう。いいぞ、モンスタートラックたち、キャンプクラッシュを生き抜いたな。ギリギリでバッジの獲得数を見てみよう。ほら、ご覧の通り、ホットウィルモンスタートラックチャンピオンカップを目指すのはこのモンスタートラックたちだ。レースエース、デモダービー、ボーンシェイカー、そしてタイガーシャーク。やったぜ。タイガーシャークは優勝カップまで残りタイヤ1回転分だ。イエーイ。